歩かないですか最近は。夜サウナぐらいしか行かないよ基本的に。でもなんか仕事以外外出ないからね。もともとそんなにそんな遊びに行ったりとかしないタイプですよ。俺遊ばない、遊びが格闘技だから。ないよね、遊びが格闘技だからね。人に会ったりとか。人に会うのは基本的に仕事以外は会わないかな。そんなに終わって面白いやつって少ないですもんね。対戦相手セージマスカットから変わったって話を聞いた時には、まあ俺は全然テンションも変わんないんだよね。なあって思う人もいるよね。ただ青木さん即答してやるやる、いやいや青木さんでもこれはいややるみたいなのがあった。ちゃんと3、4、5回ぐらいあったとかし、ちゃんと仕事だからやる。でもそこはやっぱりこの僕の仕事感なんですよ。だってもう動き出しちゃってるわけじゃない、練習もしてるしプロモーションも動いてるし、そこはやっぱり動き出したものは答えないとみんなに申し訳ないでしょ。それはでも、まあね、でも今ってこの格闘技のオファーを断るっていうことが普通なのよ、当然の権利で。権利だったらそれをこう行使するのは何ら悪いことじゃないんでしょう。でも僕が育てられてきた格闘技はこうそういうもんじゃなかったから。試合を断っちゃいけません、試合に穴を開けちゃいけませんっていうのをずっとドリームプライドで習ってきたわけですよ。そうやって教育されてきたわけ、教育ですよね。そこの仕事に対するこだわりというか厳しさみたいなのを教え込まれてるから、それはだから僕の中での職業観としてやらないっていうのはなかったな。うん、いや自信はありますよ。勝ち負けじゃなくて青木真也がやるっていうことに対して、これに対してはもう明確な確固たるものがありますよ。要はさ、仕事をするっていうことがさ、飯を食っていくためにいやいややっていくんだっていうマインドが貧しいじゃなくて、仕事とは何かって考えたらやっぱ好きなことだし、豊かに生きていくため、強く生きていくため、豊かに生きていくためにやるんだっていうものだから救いなんだよね。時間を嫌なことして我慢している対価っていう側面もあるんだけど、そういうもんじゃないですよ、やっぱり。だったら働かない方がいい、働かなくても食っていけるし、と思いますよ。でもなぜ働くのか、なぜ仕事があるのかっていうのはちゃんとみんな考えた方がいいですよね。そうですね。そういう意味ではなんかみんなこの真理がないんだろうな、真実というか真理というか自分の信念がないのかなと思います。優しさがない、こうブレーキがないでさ、この青木真也を見る時にさ、みんなさ、そのあの人はひどい人だ、あの人は冷たい人だって言うよね。俺も言うから、やるから、あの相手が嫌なこと言うし、でも俺絶対に潰さないもん。俺絶対潰さないですよ。いけると思ったら全部潰しちゃうのが豊かじゃないし貧しいのは思います。こうね、優しさがない、薄っぺらいですよ。青木さんがそこまで深く考えてるとかその辺は伝わってないし、ほぼ伝わってないわけじゃない。舐めだから僕よく言いますよね、舐めてんだなあいつとかよく言うじゃん。それはそうですよ、
な、もうみんな。でも舐めてるとさ、こう舐められんすよね。逆なんすよ、それそれすげえ逆で、あの客を選ばないと選ばれないんですよ。客を選ばないと自分選ばれないし、もっと言うと昨日ね、だその岩崎さんが尊敬と感謝をしないとされないって話をして、まあ、確かにな、まあまあそうだな、尊敬感謝を心から持たないと尊敬感謝されない、それも本当そう。こうだから裏返したんですよ、バカにされるってのはそういう理由なんですよ、ちゃんと。なんかこの格闘技に対して今だから僕がそういう意味で嫌になっちゃってんじゃん、もう薄っぺれえなーみたいな、なんかバカみたいなーみたいな、まともに向き合ってんのバカみたいなって思っちゃってますよね。でそのまあ感度がいい人たちはそう思っちゃってんすよ、なんかそういう意味を含めて貧しいんだろうな。本当にこう絶望して涙してっていう経験をしてないやつは冷酷だよね。冷酷なのよ、怖いよね、すげえ思うよ。だからその子供もいます、家族もいました、でもなんかいろいろあってこう亡くなったというか、今はたもとを分かれてます。雑に言うと辛い気持ちはありましたよね、しばらく。でまあ頭では想像ついてるね、こう家がもうガランってなってんなっつって、でバーって帰ってきて、ガランってなって愕然としたもんね。こう生活感が一切なくなった部屋を見て愕然としたよね、ああみたいな、こういうことか、そうなみたいな、強く生きていかなきゃいけないなと思って愕然としました。でもだからこそその仕事するとか働くっていうことにこう没頭できたんだろうし、何かやってる作ってる人は分かると思うけど、この愛情とか何か作り出すとか人に対する思いみたいなものが濃縮してると思うんだよ。俺ダメになった時に思いましたよ、もう格闘技取られなかったらよかったなと。これ格闘技取られたら死ななきゃいけない、芸事やめなきゃいけなかったら死ななきゃいけない、別にそんなこと言えば子供と会えなくなるとか家族とってもそれもでかいこっちゃでかいことかもしれないけど、それで済むんだったらまあいいやと思いましたね。どっち取るかというとね、なお前芸事やってこれでね体張ってお前生きてくって決めたんだったらお前なんて言われたって後ろ指刺されたって上等だって生きてくしかねえんだよって思いましたけどね。